生アルペンアウトドアーズフラッグシップストア福岡春日店の沖と前田です。はい、今日は初心者の私たちが初めてのキャンプに挑戦していきます。わっアルペンアウトドアーズチャンネルです。はい、オッキーです。おいもです。はい、今日から、初めての女子キャンというシリーズをやっていくので、まずはどれぐらい初心者かっていう自己紹介をしていきます。で、私は、まあ、大体5回ぐらいで人に誘ってもらっていくことが多いので、一応キャンあのテントとかシュラフは持ってるんですけど、お芋は私は3回くらいです。同じぐらい同じぐらい持ってるものはもらったヒワハンドランタンだけです。1個目がオイルランタン、あんまり聞かない。しかももらったっていう、うん。はい、じゃあ今日は、まあ、そんなキャンプができるように、まずこの私たちが働くアルペンアウトドアーズフラッグシップストア福岡春日店でお買い物をしていきたいと思います。思います。まあ、私は結構持ってるんで、ほぼお芋の買い物だけどね。はい、もうキャンプで必要最低限くつろげるものを買いたいと思います。あれかな、椅子とかテントとか。はい、わかりました。はい、はい、でこの初めての女子キャンシリーズ、何をやっていくかなんですけども、まあ、今言ったような初心者の私たちが、どれだけ自分たちの力でキャンプをできるようになっていくかっていうのをお届けできたらいいなと思ってます。はい、ということで、お芋のキャンプのテーマを教えてもらえますか。じゃん、私は楽ちんキャンプめんどくさいのは嫌いです。わかりました。じゃあ楽なもの探しましょう。じゃあ、おっきーさんは。はい、私はこうシュッとした統一感のある、どんなかっこいい系。あ、そうですね。じゃあスマートなキャンプということに。はい、かっこいい。だから楽ちんなのにかっこいい。うん、今日は買い物していくんですが、スタッフの紹介も兼ねて、このお店のスタッフ庄司さんに接客していただこうと思います。お願いします。よろしくお願いします。キャンプ用品を主に見てます、庄司と申します。知ってます。有名な庄司さんは普段どんなキャンプされてるんですか。そうですね、あのお店であったりとか友人とかとのグループキャンプっていうのもすごくやるんですが、やっぱり一番はバイクでのソロキャンプっていうのが多いですね。なるほど。庄司さん的にこの福岡春日店のいいところってどんなところやと思いますか。そうですね、やっぱりキャンプ用品もですし、トレッキング用品もで、アパレルもめちゃくちゃ数多く揃う、アウトドアに関連するものが全部このお店で揃うっていうのはめちゃくちゃいいところだと個人的に思ってます。で、それと今こちら立っていただいてるんですけど、ここがテント試し張りスペースといいまして、これ実際にテントの設営ができるようになってます。で、実際キャンプ場に行かれる前に、で実物をなかなかテントを見る機会っていうのもないので、それがここで体験できるっていうのがかなりのおすすめポイントです。はい、庄司さん。はい、どうされました。私、テント買いたいです。おー、どんなテントとかあるんですか。簡単、かわいい、安いで。おー、欲張るね。もちろんあります。あのワンポールテントって呼ばれるテントありまして、すごい設定も楽で、その中でも女性でも使いやすい可愛らしいデザインのものありますので、それがバンドックのソロティピー 1TC っていうテントです。じゃあ実際ご用意してますので、どうぞ見られてください。はい、じゃあ近く。はい、こちらです。あ、かわいい。ワンポール私も使ってるけど、ほんとこう立てるでペグ打つだから、結構直感的に簡単に立てれるいいですね。今こちらにご用意してたバンドックのソロティピー 1TC 以外にもドーム型のテントになってくるんですが、コールマンのツーリングドーム LX っていう大変人気のおすすめのテントありますので、そちらもご案内します。こちらです。あ、ちょうどいいサイズ感ですね。私あの同じ生地使ってるエクスカーションティピーワンポール持ってるんで、結構いい感じで並ぶと思う。一緒に立てたらいい感じに並ぶと思う。お揃い感ありますね。うん、かわいい。はい、は
つ悩んでるけど、どっちにしますか？じゃあ、ペグとハンマーの方も、合わせて揃えないといけないですね、うん、はい、はい、じゃあ、チェアコーナーに、チェアコーナーにやってきました、うん、どんなの買いたいですか？はい、本当はヘリノックスを狙ってたんですけど、うん、ちょっと予算がオーバーなので。じゃあ、そんな前田さんに2つ、庄司の方から紹介をさせていただきたいと思います。1つが 50-50 ワークショップのコンパクトフォールディングチェアで、もう1つが小川から出ております 2-arm チェアの L サイズっていうのがありますので、この2つご紹介させていただきます。座ってみてもいいですか？もちろんどうぞ。 ありがとうございます。じゃあ、おお、いいですね。まあでもいいけど、頭がやっぱあった方がいい気がします。じゃあ、あっちもちょっといいですか？はい、ああ、いいですね。ちなみにお値段いくらですか？そちら今最初に座っていただいた 50-50 ワークショップの方が税込みの7,700円、今座っていただいている小川の2アングルチェアの方が 14,300円、税込みになっています。だいたい倍ぐらい違うって感じですね。こっちの方がいいんですけど、色って何色がありますか？他にも黒であった色は他にもあるんですけど、今ちょっと在庫がですね。他の色が良かった？はい、もうちょっと今どうする？保留で。そうか、じゃあまた次回。はい、前田さん、はい、キャンプに行かれるのはどのシーズンとかってあったりされます？あ、私は春か秋がいいですね。真夏も真冬も行きたくないです。正直もも。ちろん、夏にも冬にも、いいところはたくさんあるんですが、行かれるのが春と秋が多いということであれば、基本的には春、夏、秋、この3シーズンに対応したシラフです。結構は十分かと思います。あ、これスナグパックのノーチラスですよね。私もこれ使ってます。ノーチラス、すごいコスパがいいシラフですよね。確かに初めての方がこれ買ってる方多い気がします。すごい初めての方に人気のシラフではあるんですが、他にもですね、初めての方ってなってくると、今こちらに置いてますスノーピークのエントリーシラフ SS、 こちらもすごい人気の商品になってきます。じゃあシラフどっちにする？どうしよっかな、こっちかな、こっちかな、こっちかな。オッキーさんとお揃いな、こっち。じゃあお揃いね。はい、お揃い、 OK です。次はいよいよオッキーさんのマットですね。はい、マットは一応持ってるんですけど、ちょっと幅が小さいのと人薄いんで、もうちょっと寝心地がいいのに買い替えたいなと思って。おー、うん、であれば、厚みがあって、それでいて価格がぐるっと抑えられた、すごいコスパがいいのはやっぱりイグニオ、今ここに出てる黒のマットですね。で、もしくはですね、今年コールマンさんから出てるマットありまして、はい、これ見ていただくと分かるんですけど、めちゃちっちゃくなるんですよ。見たことない。そう、すごい。これエアで膨らませるタイプのマットになってるので、はい、こんなに収納サイズは小さいけれど、しっかり厚みがあるようなマットになってます。はい、ちょっと試してみてもいいですか？もちろんどうぞ。はい、今座っていただいているこちらがイグニオの7センチ厚のマットになってます。はいはい、あ、めっちゃ反発しますね。いい感じです。かなり厚みがあってすごいしっかりとしたマットになってます、はい、もしよければこっちのぜひコールマンのマットも試されてみてください。はい、じゃあ失礼しますね。はい、はい、どうぞ。はい、あー、でもあんなに小さくなるのにこれだけ反発して気持ちいいのはいいですね。決まりましたか？
小さくなるのがすごい嬉しいからコールマンにしよっかなって思ってるんですけど、コールマンすごいコンパクトになるマットなのですごい魅力的なんですけど、はい、奥さん結構冬のキャンプされるんですか？あー、でもそうですね、冬結構行きたいですね。であればもしかしたら冬、地面から の, その冷たさっていうところを考えたりすると、イグニューのこの7センチ厚のマットの方が寒さっていうのは感じにくくなるかもしれないですよ。そっか、じゃあ庄司さんを信じてイグニューにしますはい、今日買ったものになります。イエーイ、うん、楽しかったね。楽しかったです。庄司さんの接客も受けられたのですごく楽しかったです。ありがとうございます。こちらこそ接客させていただいてすごい楽しかったです。ありがとうございます。はい、じゃあ次回は買ったものを広げていきたいと思います。はい、ということで初めての女子キャン第1回でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。